回はネット用語クイズです。よく見かけるけど意味をちゃんと把握していないなんてことありませんか？ SNS での会話をより楽しむためにネット用語をクイズでマスターしましょう。制限時間は20秒です。それでは問題スタートです。レベル1です。主に運営や会社、店員の接客が素晴らしいことを表すネット用語を何というでしょうか？答えは神対応です。対義語には塩対応があります。塩対応の意味は素っ気ない対応を指し、相手が不快に感じるような態度や対応を味覚のしょっぱさに例えているようです。レベル2です。主に安っぽい感想を言った時に表す言葉をネット用語で何というでしょうか？答えは小波感または小波感です。もともとは小学生並みの感想を縮めたもので、文字通り小学生並みの感想を言った後にカッコ書きで付け加えるのが一般的です。とりあえず小波感と付けておけば多少安っぽい感想でも許される風潮があるとかないとか。レベル3です。これは何を表しているでしょうか？答えはかっこいいです。名前、三角のような書き込みをネットの掲示板や動画サイトのコメント欄、特にスポーツ関連での話題の時などで多く見かけます。これは記号の三角形を三角形と読み、角形はかっこいいの意味を持ちます。三角形記号の前に書かれている名前の方をかっこいいと称賛する用語というわけです。レベル4です。頭がおかしい人のことをネット用語で何というでしょうか？答えはあたおかです。あたおかは2019年のインスタ流行語大賞では1位を獲得しました。頭がおかしいを略しただけの言葉で、最初に見た時意味がわからないと感じた人は拍子抜けするかもしれませんね。レベル5です。悲しみや嬉しみで泣きそうな様子を表しているネット用語は何というでしょうか？
PM ではありませんよ。答えはパオンです。意味はピエンとほぼ同じですが、ピエンの上位互換の言葉とされ、こちらの方が少し感情の度合いが強く、感極まって泣きそうという意味を持ちます。そのためか単体で使われることもありますが、ピエン通り越してパオン、ピエン超えてパオンのような言い回しで使われることが多いです。以上で問題は終了です。あなたは何問分かりましたか？ネット用語をある程度知っておくことも、様々な年代の方とコミュニケーションを取るためには必要なのかもしれませんね。おまけ問題です。おしゃれなお店のメニュー看板ですね。2箇所の間違いを30秒で探してください。この問題の答えはクイズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、答えをチェックしてみてくださいね。